さんこんにちは、森有です。はい、ですね、今1月の17 17?17 です。やっとですよ、スワンキスの、あ、ちょ、重い、スワンキスの福袋が届きました。やっと届いた。はい、もうずっとね、あのネット予約をしていて、ずっと届かなかったんですけど、やっと届いた、よかった。そしてほつれがある、気になるけど、まあいっか。早速開けていきたいと思います。ほい。いや、今回のはね、すごいニットが可愛くていいなと思ってたんだけど、お、一個ずつ紹介しますね。ワンピースですね、ワンピース。かわいい。はい。かわいい。超かわいいんだけど。花柄パンツ。わあ、ばあば。花柄パンツ。あ、これかわいいね。なんか写真でしかわかんなかったけど、めっちゃかわいい。あ、これ、ほら、私がすごく欲しかったニットですよ。ダボダボニット。超かわいいのよ、これ。よいしょ、じゃーん。あ、缶バッジが入っている。スワンキスエンジェル、おー、ラブ 100%。 ダボダボなニット、かわいい。これが、あ、そうか、こうなるわけか。よいしょ。私ね、首があるのがすごく気になってたんですけど、首あるとね、痒くなっちゃうの私。でも可愛いから着る。はい、ニットで最後、よいしょ。はい、コートですね、コート。いやー、この時期コートはね、もう必須だからね。寒すぎて寒すぎて、今年寒すぎてない？大丈夫みんな。はい、ピンクのコート、超かわいい。はい、コート、いや、これはもういろんなところに着ていけたらいいなと思います。ホッケがもうかわいい。コートもね、意外と肩幅があるので、私スワンキスのあのジャケットを持ってるんですけど、スワンキスのジャケットはね、意外と肩幅もちょっと大きめに作られてるものもあったりして、着やすくて嬉しい。バッグが一番私実は欲しかったんですよ。あの、めっちゃ使えると思ってさ、この大きいバッグ、すごい大きくない？だって見て、わかる？このでかさ、何かと比べられない。ピンクとホワイト迷って、でこれホワイトなんですけど、ピンクはなんかね、あの、このピンクが全体的にあるような感じだったから、なんかメリハリがないかなと思って、とりあえずホワイトにしました。はい、いやー、パパパパーっと紹介しちゃったけれども、あの、今年買った洋服の福袋は2個で、ワンスポとスワンキスだったんですけれども、こんなにあの豪華というか、まあ、ワンスポ超着てるし今で、スワンキスもこれから、まあ、着ようかなとは思っているんですけれども、いや、こんなにね、ルーティンできるあの福袋すごいなと毎年思います。はい、ということで、ちょっとパパパパパッと、もう2度目ですけど、本当に紹介しちゃったんですけれども、あの、今届いたので、あの、これからあの皆さんにお会いする機会が あの、あれば、こういうシャレオツなものを着て会いたいなと思っております。はい、ということで、森有里でした。ちょっと風邪気味なので声がガラガラでごめんなさい。またね、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンと登録お願いいたします。登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。こっちはワンスポの福袋にしようかな。はい、これからもよろしくお願いいたします。森有里でした。バイバーイ。